議長、本当に就任おめでとうございます。私は議論文なんて言うと怒られですけども、小さい頃からお付き合いさせていただいておりまして、全く私と同じ境遇でずっと育って、県議会にも来ていただいたということになります。で、私は神谷昌司先生の門下生でございまして、正直ですよ、こんなに簡単に副議長になっていいのかなというのが私の本音でございます。大変苦労して昌司先生を議長にした経験がございまして、非常に皆さんにも神谷の皆さんにもご迷惑をおかけした経緯があったものですから、本当に嬉しく思います。そして、非常に広く行動派で、ありますし、衝突申しんというところもあります。ぜひ皆さんのご尽力をいただいて、もっともっと素晴らしい人材に育っていただいて、議長を目指していただければありがたいなというふうに思います。これからもきっと皆さんのために身を粉にして頑張っていただけると思いますし、この姿を昌司先生はもちろんでありますけれども、先日亡くなったお母様に見せたいかったなという思いをしております。いずれにいたしましても、猪野君のますますの活躍、そして、家族をしっかりとこれからも大事にしていただいて、素晴らしいご活躍をいただくように心からご記念を申し上げまして、3分と言われておりますので、ご説明をさせていただきたいと思います。おめでとうございます。